自分の集大成のような役だったんで、え、集大成にしてはそこからのキャリアもだいぶ、まあ、そうですね、うん、でもシティハンターにはキン肉マンも、はい、それからケンシロウも、はい、いるっていうことなんですよね。それらがちょこちょこ顔を出しても全く違和感のないキャラクターをなるほどやらせてもらえたので、すげえ、いや幸せでした、ね。